はい、どうも、こんにちは。ユーシャハルです。ホットライン M2、続きやっていきたいと思います。ちょっと珍しくね、ここのページからなんですけれども、なんでかっていうと、なんかね、このアポカリプスっていうところ、そのファイル選ぼうとすると、なんか、いいのみたいなこと聞かれて、やるかやらないか選べるんですよ。まあ、やるしかないんで、まあ、やってみますか。いや、こんなんも変わらんやん。これは終焉ってことでしょ？もしもし？何？何食ってんのこれ。コンペイト？ヘイボス？甘くない？それ。何何？はい？は？ブリンクしたぞ。しかもなんか気持ち悪いし。え？タバタバしてる。はぁ？撃ってるぞ。おかしくなってる、こいつ。幻覚だ。幻覚見てんじゃないか。死んでるよ。何してんだよ。オッケー、来た。お、マジかよ。急がんとな。お、聞こえんのか。隠れて、犬がどっかから来る。どこだ？はいか。いやー、マジか、今しけった。犬は？やったのこれ。やってるっぽい。うわ、気持ち悪い、そして。やっぱり、画面が。新しいの変えよう。戻れるっぽいぞ。もうこっち行くけど。絶対こっちやと思ったわ。あ、武器捨ててるやん。なんだ？は？熊？いや、聞いてない、ボス戦。これ通る。うわぁ！何したらいいんだよ。いや、これ多分あのパイプ取ってぶん殴れってことだよ。ぶん殴れれるかっていう話だよな。いや、一回捕まったら終わるぞこれ。意識薄れてきてる。うわ、キモ。おっしゃ！これ強くね、こいつ。撲殺天使かよ。ちょっと待って、ロックか。ロック。ロック？え？あれ？あ、撃たれるぞ、これ。なんだよ。何それ？これ何？うわ、わからん、わからん。何がと、うわ、おかしくなってる。何？え？吹き飛ばされた。いや、わからん。え？なんだよ。おぉ。オッケー。やったぞ。なんだよ、わからん。わからんし、気持ち悪いなぁ。なんだよ、これ。なんなの、三角。熊、そういう奴らかよ。取って、あっこにある武器を取って撃って、多分反応するやつも撃って、みたいな。ああ、腹立つ。なんでそうなんの？カモン。
怖いよ。それどこ行った？いや、打ちすぎた、しかも。見づらいわ、火吹いてるし。どこに行きゃいいの、これ。あいつは？いや、犬、あー、マジか。これもう無理だね。銃がないから。倒せないでしょ、俺。怖い。ほら、そうなるもんな。ロックできる。ロックできるよ。ロック？よし、オッケー。来た。うわー、もう一匹来た。なんだ、お前。お前どうやって来たの？うわー、グロい。犬は？いや。シビア。もう一匹いるでしょ。いたよね、もう一匹な。あれいなかったっけ？あ、いたいたいた。危ねえ。踊らされるところだったぜ。オッケー。なんかだんだん、なんだこれ。ズダみたいになってる。最後のブースター展開した時の。これは？でけえアタッシュケースだな。誰用だよ。うわ、血みどろか？え？何？何がいんの？あ、こいつ撃つのかな？違うな。化石？え、恐竜はもういよいよわからんぞ。うわあ！倒したし。なんだよ、おもろいけど、意味がわからんぞ。いろんなやつ出てくるから。ダバダバしてるやつもいますと。なに、こいつはどのポジションになったの今。もう行くしかねえわな。斧になってる。え？ヘリポート？ガーゴイル？うえぇ！いや、わからん、わからん。何、何？何出してきた、今。わからん！何を殴ればいいんだ、これ。胴体殴る一気は、もう一回。ダメだったら、距離感見て。おい、撃ってくんなよ。なんだそれ、マジでよ。顔は殴れなかったもん。何それ、マジで。殴れるのか、顔。オッケー。うわ、惜しい。ああ。いや、わからん、何？殴れた。いや、殴れるんかよ。なるほどね。たまたま当たってなかったのか。一体いける、あと炎だけだ。ふぅ。いたぞ、これ。ゼルダの伝説とかにも。おっしゃー！うわー！なんだよ。何これ。絶対死ぬビームじゃん。
これ何こう、開けんのこれ。開いたやん。え？クリアの音楽なんだけど。何何何意味がわからん。何虹の橋渡ってんのお前。マリオじゃねえんだから。は？終わり？何？英語わかればな。クリアしたんだけど。なんだよ、それ。いや、わからんすぎる。何が起きたのかマジでわからんかったぞ。あがーっつって最後幻覚、全員がなんか、ろくな死に方せんかったぞ、今回の。このゲーム。前はなんか一人の主人公が、その謎を突き詰めるとかさ、まあ実際二人いたんですけど、それぞれの方向からね、殺しを楽しみ出した主人公と、こいつ、このゲーム、この殺し、デスゲームの意味は何なんだっつって追求するヘルメット。この二人がね、なんかいたんですけど、今回はなんかオムニバス形式みたいな感じで、いろんなところで、いろんな事件が、というか、いろんなね、ミッションとかがあったんですけど、なんのこっちゃわからなかった。多分今回サイドストーリーあんのかな？あるんだったらやりたいんだけど。お、まだあるっぽいぞ。91年の28日、12月28日。ゲスト？ブルーオーシャン、ザ・カルム？アンドランド・オブ・ツリー。エマージェンシー・ブロードキャスト？緊急放送？暗殺されたの？どんどん暗殺されてます、みたいな。殺す。ああ？ロシアの大統領は、やべえ、これカオスじゃん！つって言いました。アーミージェネラル。隊長？軍の隊長みたいなやつの来て。なんだ？ライブフロー。おい、しかも人違うのに、何これ？伝播していくのか？ どんどん次へ次へと。いや。あ、これあれじゃん。よく見た顔のやつ。こいつはまだわかんねえな。お前マスクじゃなくてサングラスだけで終わらせようとしてるのがかっけえな、むしろ。口の中汚ねえけど。何その色？何食ったらそうなんの？色、ベロの色が変わるガムで食ったらなるかもしれんけど。あなた？オッケー。なんか戦うみたいな。理解が早く助かるわ。わ からんなぁ。え？何？これは何なん？爆発に飲み込まれてるとかじゃなくて。なんだよ。あ、ガチクリア？今マジクリア出てたよな。なんだよ。え？ いや、なんか、病気食っとるわ、こいつらも。よ、なんで？あ、子供か？いや、なんか 絶妙に不安になる歌。俺だけかもしれんけど。いや、このゲームのせいかもしれん。くぅ。途中から映画なのかわかんなくなっちゃったな。
絶対嘘だろうけど。絶対にそんな映画じゃないと思うけど。でってってつくてってって。もう誰かも思い出せんもん。正直。あの女の子誰だっけな？あ、撃った子か、最終的に。最初の子だ。いや、なんか、英語がわからんってだけで、地獄のような、動画だったと思うんですけども。もう俺にとってはマジでストーリーが何のこっちゃわかんないから、なんで、最後、ああいう感じになったのかもわからんし。その、ワンの続きみたいな感じで。その、マフィア、意味のないデスゲームとか、なんか、マフィアを、を全滅させるみたいな、そういったなんか話かなと思ったんですけど、マフィアも動かせるようになっちゃったから、いよいよわかんなくなっちゃった。しかも、過去のなんかね、その、軍隊というか、な、秘密部隊なんつうんだろう、ミスリルみたいなやつらがなんか、暴れ出した時もさ、わからんかったしな、あの時点で。そこら辺がなー、マジで勉強しとけばよかったなと、思います。ほんとに。せめて文法とかだけでもわかっとけばね、話がわからないけど、文法もわからんからな。詰んだからな、中学1年で。ジェンドと。なんかちょっと上にある。真ん中に、ちょっと真ん中に書いてないのが気になる。じゃあ、ちょっとね、続きがあるのかどうか、見てみたいっすね。なんだ？なんかずっと、チラチラしてる。光が。あ、始まった。ある種、実はあるんじゃないかな。ねえわ。プレス、スペース4ハードモード。普通のやつもクリアしてねえのにって感じだけど。もうないんですよね、ほんもう全部やっちゃうんで。いやー、まあ、どうせなら何かさ、S はないか A プラスとかね、撮りたかったんですけれども。じゃあ、ま、今回はこんな、今回はというか、割とね、ダラダラしたせいで、感覚が空いてしまって、すぐには終わらなかったんですけどもね。何ヶ月やった？結果的に。時間で言ったら2、3ヶ月ぐらい。このホットライン真由美シリーズはやったんじゃないかなと思うんですけども。はい。これね、ストーリーとかわかんないけども、もう正直ね、その、ストレス発散にもなると思うし、単純にね、その敵をやっつけるみたいな、武器で敵をやっつける爽快感あると思うんで、なんかストレス溜まってたらやるのもよし、まあ、逆に、でも、まあ、意外とね、その、戦いというか、誰を倒すかみたいな、そのね、筋道を立てないといけないので、まあ、この戦略。タイムアタックを目指すのであれば、その戦略をね、磨く。こいつを倒したらこいつが追ってくるとかね、その辺をね、やってみて、なんか、まあ、俺よりも高いスコア絶対出せると思うんでね、皆さんもね、やってみていかがでしょうかって感じで、今回はこのシリーズはね、ここで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。それでは、次のね、シリーズ、2日後までね、皆さん良い旅を、良い日々を、さよなら、さよなら、さよなら、バイバイ。